さ、ちょっと見せようか、じゃあ。男性しかダメなんですよ。福岡の場合はね。男尊女卑という意味ではなくって、まあ、男性が山を担いでくれるわけやね。私、子供にあんなのさせたいです。だけど絶対男の子が欲しいんですよ。それの妄想だけは半端ない。なるほど。焦げなもんですよ。よかった。リオン、山笠さんね。動画、なんかないかな。あ、ホームページもいっちゃうけど、あ、スケジュール。動画にしようか。動画。まあ、ちょっと、そうね。握手代理の動画がよくないこれ。なんかこんなありません？よーを、もう一つ、四つあるの。だよね。それで。いや、なんか歌うのは違うんですか？ああ、なんちゅうか、ね、全然わからんかったでしょ。なんかよくわからんけど、テレビで。やるよって。何しよかみたいな。あ、いやいや、歌おうかじゃん。お願いします。じゃあ、はい。なんちゅうんですか？祝いめでたー、わかんない。何も言う。あた、ここで、あた、ここで言うかと思った。なんか、いやもう、そんな感じなんや、みたいな。そんなマジなんや。ちょっとちっちゃい声で歌うんかと思ったら。ない？こんなもんちっちゃい声で歌えるか。確かもいいとこで切るし。こんな旦那さん欲しいな。いや、ていうか、博多の男はね、この山、この時だけはみんなキリッとしたわけでさ、顔が違う。いいんだ、こう気合が入ってほしいわけでさ。あ、でも寒そう。いや、暑い暑い。いやー、寒い。もう見るだけで。いや、だって。あんた寒かろうち聞きたくないもん。何やだって、うだるような、暑い今からのあの夏やもん。あ、まあ、まあ、早朝はちょっと寒いかもしれんけどね。絶対寒いですよ、それ。風邪ひいちゃう。だって今から走るっちゃもう暑いぐらいある。風邪ひいちゃう、そんな。そこで行っちゃうとか、そんな中でそこで行きたいちゃうとかいうのあるか。いや、もう見てよ。風邪ひくとかね、こう見てよ、顔つって。風邪ひかれて誰が面倒見るとって思いますもん、私。いや、だけど、しょうがないとって。そういうのあると。だってね、これがあった日は、学校は、お休みじゃないと。遅くから始まると。っていうふうに決まったの。そんな学校山の、よし、だってそういうの学校やもん。うん。いいですね。山のスケジュールで全部学校に行くと。小学校も中学校。そんなとこないです。これ作るんですか？これは作るのはちゃんとそういう作る人ごと。閣議一本も使わずにね。で、いっぺんも全部外して、またこうあれって言って。もう今始まっとるよ。もう今大変な、6月からもう大変な話。で、これが聖堂回りっつって、ここで、ね、一番山は止まって、今の歌を歌うわけ。岩井メルって。あ、先の、これですね。博多岩井。潮流れらしいですね。で、この時間はタイムを止めると。それでまた、あ、これ、そう。すみません、ちょっとわからなかったんで、あとは、もうすぐあるけん、まあ、テレビでもあるよ、これ、テレビでも。なんかテレビで見たら楽しいですか？ごめん、私たち地元やけど、なんかじんとしてしまって。なんか、だからこれ、あ、なんか、横浜の妹も窓が見るみたい、やっぱ。で、なんかじーってするらしい。いや、これ血が騒ぐちゃうんだ。ごめんね、地元はここにある。地元はここにあります。まあ、せっかく福岡にいるんですから、福岡の夏は、ちょっと、ぜひ、見てみてください。これね、博多人形師がみんなこれね、力つく、あれしてか、精を出して作れんしゃうとよ、これ全部。それ、売ってきたらどうしますか？は？売ってきたら。売る？買ってください。いやいや、これ信じやけ。こんなの売りに来んじゃない。で、なんかな、みんな、それぞれこう、表題があってね、約束こうあるわけよ、こう、なんか。うん、
21歳。何探しとった？ディオールの、財布です。あ、さっきガシャガシャしとったね。あ、家に持ち上がりました。うん、はい、はい、何ちゃんって言ったっけ、名前。中川美里です。美里ちゃん、美里さん、はい。ああ、まだ若いな、いいな。あなたの倍以上生きてるし。私、46。楽しいですか？なんか。ああ、楽しいですかっていい質問してくれたね。楽しいですか？そう、最近嫌なことがあったら、うん、どんなことが、うん、どうしよう、嫌なことあったって思ったら、いや、こんなんけ人生楽しいよって思うようにしようんですよ。悩むけ楽しいよとか言って、そうやなってやってけって思って。今だけですか？こんないろいろ悩んだりするのは。いや、知らん。だって自分の人生、だって人生それぞれやもん。そんなわからんよ。あるじゃないですか。いや、だいたい40代になったらみたいな。いや、わからんわからん、ほんま。そんなわからんよ。いやいや、それ別にその、なんて言ったらいいのかいな。じゃあ、楽しいんですね。うん、何が？いや、なんかいいことありそう。失礼します。ダメだな。わからん。そう、一言でしたね、今。一言じゃないよ。一言じゃなくって、勝手に、要するに決めつけられんけんわからんって言うとった。決めつけられんよね、そんな。あるじゃないですか。何が？30代っちゅうのは、みたいな。ない。そんなわからんよ、そんな。もう分かっとらなかったら、占いじゃないって言うのな。そんな、ペテンシじゃないって言うけ。言われんよ。ただ、一生懸命生きた人には、要するに、ほら、ものすごくお腹空いとうときとかさ、ものすごく喉が渇いとったりすると、飲み物が美味しかったり、食べ物美味しかったりするやん。ってことやろうね、うん。一生懸命生きた人にしか得られない何かがある。はい。うん。頑張ります。頑張ります。いや、でも、とりあえず、その、なんかな、自分の、元々の地元を離れて、そうやってチャレンジしようっていうのは、悪くはないけど、そうだね。あ、もう一人の子は、なんか、就職するので、面接に行ってどうのこうって言ったよ。25歳の子は。したいけど、できんし、どんな人生になるんやろって感じです。まだ21歳で、これからなのに。ごめんなさい、なんか喧嘩売っとうみたいな。いや、喧嘩売ってないよ。そんな年がいいんじゃないですよ。そんな薄っぺらくないよ、全然。まあでも、そうね。真面目な話。あ、待って、何？金曜日なんすと。ああ、林さんが来ます。はい。で、ちょっと行って貼りよう。あ、そうですね。はい。はい、うん。で、よく切って貼りよこうか。それはいい。もう、それ、金曜日でいい。いい、金曜日で。金曜日で。よかった。逆に、することが、そんなことない、そんなことない。あるあるある、あるある。そうですか。あるあるある。探せばある。何でもある。ね。お願いします。はい。美里ちゃん。はい。うん。頑張ったし、一生懸命頑張った人には、頑張った輝かしい人生を待ってます。どうなるかじゃなくて、切り開く。あ、なんかあったよ。そういや。なんかいい言葉があった。